マッカナイの志田職人。2022年なんとですね、僕の中でもまた出てきたのかというドライバーを試します。貯めましたね。まあ、インターネットとかでね、いろいろ情報も出てますけれど、タイガーが打ってるとかいろいろ言われてますが、なんとテーラーメイドが本当にすごいなと思うのが、テーラーメイドというのは人気があるモデルもあっさりやめてしまうんですよ。で、今回も戦闘機のような名前、ステルスというヘッドも黒い。で、何よりもこのドライバー、画期的という言い方は僕はあまりしないんですが、他のメーカーがやらないことをやるのがテラメド。ここをですね、チャレンジしてきました。何をチャレンジしたのか、知ってる人は知ってますよね。フェイスがですね、なんとカーボンなんですよ。テラメイドはね、かつてカーボンフェイスのドライバーを出しました。まあ他社でもキャロウェイとかが C4 という、もうこれかなり古いんですけど、オールカーボンのドライバーを出したりしましたが、まあここをそうですね、7年8年もうチタンフェイス、カーボンのクラウン、カーボンのボディ、カーボンのソール、カーボン化というのはもうどん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 増えてますが、フェイスだけはチタン。まあそれはやはりフェイスの弾きとか音とかいろんな意味でカーボンのフェイスというのがまだまだ未知数だというところがあったんですが、満を持してなんて僕は初めて使います。満を持したなんでしょうね、このステルスはカーボンフェイス、もう触った時にもうカーボンだと分かります。で、当然ですけれどクラウンもカーボンで、ボディはですねオールカーボンかと思ったそうではなくて、金属素材も使われています。で、今回3モデルありまして、1つがこのストレ、名前がねよく間違えるんです、ステルスプラスで、これはね今までテーラーメイドこの調整機能なかった時代もありました。 SIM2 の時はまた復活して、これは限定モデルなんですけれど、SLDR なんかにもついてましたけど、受信の位置を移動ができる。で、他の2モデルに関して言うと、このレギュラーモデルであるステルス、これはまあメインモデルですね、これはもう本当にシンプルで、調整機能がついてない。そしてこれがね、新しい名前がついてるんです。 HD ハードディスクではありませんなんてバカなことを言ってますけれど、ハイドロー、まあ、僕はあのタイプ D っていうの好きでよくテーラーメイドも買ってたんですけど、まあ、タイプ D という言い方ではなくて、他の会社なんかメーカーなんかのタイプ D とか D とか言いますけど、 H をつけてより捕まりハイがついてハイドロー、この3つのモデルの構成となります。もうね、今こうやって喋ってますけどね、打ちたくてうずうずしてます。もう久しぶりでございます、このカーボン。で、シャフトはまずこの、ステルスプラス、まあ、これはあのお店限定での販売なんですけど、これ前作で言うとこの SIM2 の、この SIM2 のモデルと、新しいというこの対応になります。じゃあどんなものなのか、まあ、ポジションノーマルで、シャフトは転生、これは TM50 三菱ケミカルなんですが、テーラーメイドのロゴが入ってない。すごいな、本当の転生かもしれないですね。わ、もう明らかにワークルした時にいわゆる純正シャフトと呼ばれているようなフレックスではなくて、かなりもう本当に僕のパワーだとちょっと硬いかなというぐらいしっかりします。で、アドレスをすると、
艶消しのヘッドなんですけれど、まあ、私も使ってるんですが、シム2っていうのを使ってるんですけど、マックス D っていうのを使ってますけど、構えた感じとかこのフェイスの形状はシム2に非常に似てます。でね、ちょっと不思議だったのが、この前作であのこの空気抵抗、こういうとこ突っ込むのがね、まあ課題なんですけど、こう斜めについてたんですよ、この空気抵抗のが、エアロダイナミクスで。それが今回はね、まあ、言われてみればなんですけど、その斜めの度合いがちょっと減ってます。まっすぐではないです。いやー、まだまだ、まあ、まずはね、音も気になりますよね、カーボンで。よし、タイガーも使っているこの度合いは。なんかっていうのは、音がどうしてもこの材料として音が出づらいというのが、でかつてテイラーが出してたドライバーでカーボンフェイスが、モデル2つあったんですよ。まあ皆さんネットでググってみてください。ここであえて言いますで、僕もテストしてて、シダインプレッションとかやってて、まあ検索すれば出てくるんですけど、チタンの音ではない、はっきり言います。だけどこれまでのカーボンフェイスとかカーボンヘッドのドライバーの音とは全く違います。これはタイガー使うわな、そらっていう感じですね。で、久しぶりにアスリートモデルっていうのを感じました。もう最近はね、やっぱりアマチュアの方も高齢化してるし、打ちやすいクラブっていう風な作り方してますけれど、このステルスはもちろんパワーがある、トッププレイヤー、男子プレイヤーだったらもう少しシャフト硬くすると思いますけど、ヘッドがね460らしいんですけど、非常にこうシャープで小ぶりで、なおかつこのフェイスがねあまり大きくないんですよ。非常にもうアドレスをした時に操作性がいい。で、何よりスピンがもうロボットで打ってもなかなか出ないようないいスピン量で、でなおかつ初速出てるんですよ。もうまだ2発しか打ってないです、また言いますけど、僕はあの AG シュートっていうのがありまして、ゴルフには自分の年齢のスコアを出すっていうのが目標ですよね。もう一つ僕は指導をするときに AG ヘッドスピードっていうのがありまして、今63歳でこの厳しいトラックマンで63出るとものすごく嬉しいんですよ。シンプルに出ましたよね、いきなり。じゃあ、まあこれがマーブレーかどうか分かりませんので、よいしょ、もう一発いきます。で、なぜこれ僕はヘッドスピードがちょっと速いかっていうと、補足をすると、普段打つよりちょっと速いんですよ、2発にしたら。これはシャフトが硬いからなんです。人間って硬さに対して反応しますから、やっぱりしっかり振るんです。こういうクラブ軽く振るのは難しいんで、でも一発いきます。足つらないようにしないとね、よいしょ、すごいな、これ以上いいデータが出ないのと、体がなんか痛みそうで自分の年齢と体力を超えた打ち方になってしまうんですよ。これはクラブのスペックなんて言っておきます、あのシャフトのスペックが。でも何より今ちょっとフェイス開いたんです。だから打ち出しが 12.3 度っていうのと、ちょっとボールが右に飛んでるんですよ。これは自分で打った時ちょっと開いたんです。開いて当たって2330なんてありえないです。もう今打った時2800あるなと。でなおかつ開いてちょっと当たってるのにほぼ AG ヘッドスピードが出てるんです。
やばいです。ただ言っときます。じゃあ誰が打っても飛ぶかって僕は言いますが、ありません。ヘッドスピード40の人がこのクラブを使ったら、多分ボールが思ったより上がらない、スピンが少なくて少しお辞儀する。なので本当にアスリートというかヘッドスピードが速い、います。僕でギリギリです。トラックマンで打って43以上出ないと、もちろん使ってもいいんですよ、使いたいから。いいけれど、このクラブのパフォーマンス性を出すには、最低がトラックマンの43必要だと思います。これはメーカーの人は言わないと思いますけど、僕はこのシダでやっぱり皆さんに、伝えたいことは伝えたいんで、カットされるの生じで43以下の人は手を出してもあまりうまみがないかなと。当然違うモデルを出してきてますから、続いてはメインモデルである、ステルススタンダードモデルですね。こちらも天性なんですけど、うわ、全く違う。まずシャフトがこっちは本当に、まあ分かりやすく言えばソフト、柔らかい、しなりを感じる、よりストライクゾーンが広い。もうコックもワンクールしただけで、どっち買いますかって言われたら、こちらの、レギュラーのステルスに、まあ何もついてないステルスにすると思います。あのプラスはやっぱり、でヘッドも少し投影面積が大きく、フェースも少しだけ面長に見えます。いきます。さあ、どんな感じの球が出るやら、シャフトはしなります。よっ、違う、全然全然違う。これヘッドがいいかな、待って、これ今のはミスですけど、あれ全然違う、これ打ちづらいなんだろう、シャフトがね、柔らかいです。だいぶ違う。僕あれはステルスがプラスの打ちやすいな。ちょっと軽めに打ちます。なんかこれシャフトがこの天性の、これはレッドのシールが貼ってあって、TM50 って名前は一緒なんですけど、なんかね、ヘッド重量かシャフトのカウンターバランスか分かりませんけど、ワークルした時に先ほどの最初に打った限定モデルの方に比べると、ヘッドが軽く感じるんです。多分何かヘッド重量なりシャフトにチューニングがなされてる感じがするので、ちょっとタイミングがね、ワーク取れるかどうか、ちょっとそれを気にしながら、慎重にちょっと打ってみます。よいしょ。ああ、やっぱ軽いわ。軽いです。もう一発いきます。軽いな。なんだろう。よいしょ。軽いっていうか、手元が重さを感じます。多分カウンターウェイトになってるんでしょうね。なるほど。お、ちょっと上がってきた。もう一発いきます。で、やっぱり捕まりますね、この最初に打った限定モデルに比べると、このノーマルのステルスの方が。よいしょ、一発いきます。慣れてきました。これカウンターにちょっと慣れるの時間がかかるかもしれません。慣れてきましたよ。慣れてきた。でね、軽いっていうのは別に多分シャフトのカウンターだと思うんですけれど、グリップとかなんかにこうちょっと慣れるのが、まあ慣れる人と慣れない人いますけど、慣れてくればヘッドの軽さを感じるっていうことは、やっぱり振り抜きが良くなるんですよ。で、僕自身はこれ言います、あの本当のことなんで、かつてのテーラーメイドっていうのは結構グリップを軽くしてたんですよ。で、ヘッドが効くクラブを持って、やっぱり僕はスイングを安定させるには手元の重量感っていうのが大事だと思ってるんですよ。で、これピンとかもやってましたけれど、やはりこう手元がある程度重さがあった方が手の軌道が安定する。
でテーラーメイドにしたら今までのこの過去のモデルから言えばそういう手元側の重量感を感じるクラブっていうのは僕の記憶ではあまりなかったんです。てかほとんどなかったんです。それがこのモデルに関して言えば手元の重量感がある。で明らかにこのプラスとはもう似てますけれど、まあこの調整機能の違いはあるけれど、ターゲットユーザーは違います。こちらは本当にシャフトでいうと同じ S でもワンフレックスぐらい SR とか R に近いぐらい、このプラスに比べると。なのでヘッドスピードのストライクゾーンというのは S でも43あれば全然普通に振れるし、42ぐらいの方でも振れるし、シャフトを変えればヘッドスピード38や9の方でも全然違和感なくいけると思います。でやはりこのデータでもそうですけど捕まる、これ大事なことですね。でもう一つ、より捕まる HD、 これねキャロウェイなんかと違うのは特にここにヒールにウェイトとかが入ってるわけではない。なので見た目はスタンダードに似てるんですけど、あーやっぱり僕は構いやすいな。歴代のモデルもそうなんですけど、タイプ D というのはドローで、まあこれは HD ですからハイドローなんで、やはりフェースの向きが結構欧米のアメリカのモデルっていうのは少しこう開いた感じに見えるんですけど、非常に置いた時にスクエアもしくはほんの少しかぶって見える、ほんの少しで、だからもう見方によってはまっすぐ見える。だからヘッドをポンと置いた時にすごくターゲットがイメージできるんです。で僕の中ではテーラーのモデルの中で僕はずっとタイプ D を使っているのはアドレスした時のヘッドの座り、この座りの良さは歴代モデル同様この HD が一番いいです。でここのウェイト、これはねみんなついてるけどどうなんですかね、重さの違いっていうのが多分あったりするんですかね。ここにちょっとメガネをかけてるんで見えないんですけれど、いやーこの座りはいいわ。まあ僕が買うならもう迷わず歴代同様タイプ D ですね。もうこれ打って一発目でいいデータ出たらもう予約します。打ちやすいなこれ、いや打ちやすい。ちょっと今フェースの下に当たりましたけど、これは振り抜きしやすいわ。やっぱりテーラーメイドはいいですね。球つかまるし、よいしょ、よっ、もうもういい感じだね。もう絶対右に行かないっていう感じですね。やっぱりヘッドが軽く感じます。うわこれだな、やっぱり、うん、どうだ、あ、ちょっと見ながっちゃった。よいしょ、今ちょっとフェース開きましたね。よいしょ、あ、構えやすいわ、これは一番。いい感じ、ほら、イエーイ。もう何よりね、やっぱり初速ね、これねカーボン使うぐらいだから当然音はチタンよりちょっと静かになるんだけど、だから音と初速がマッチするイメージがあるんですよ。カキーンって言ったら初速も出てるイメージになるじゃないですか。そうじゃないんですよね。で今まではちょっと歴代のものに比べるともう明らかに音の問題が劇的に改善されてます。で打ち出しは高いわ、スピンは極端には少なくはないけれど、いやいい球だな本当に。もう僕ははい、もう本当のことなんでブログも書きましたが言いますけど、去年ドライバー買ったの1本なんですね。
買った1本はこれも事実なんでブログでも書いてますけど、テーラーメイドのシム2マックス D です。で多分今年も僕歴代の D は全部買ってるんで、これは別に番組がどうのではなくて、もうお買い上げ決定まあそれぐらいやっぱバランスが、僕はこの D っていう言葉に皆さん結構ね捕まりすぎてんじゃないかって思ってらっしゃいますけど、僕の中ではテーラーメイドの D、 このタイプ今回は HD ってついてますけど、これがこの大きさに関して言えば程よい捕まり、なんかスライスする人がすごい強いドローが出るなんていうイメージを持ってる方いますけど、そんなことはありません。まあ非常にこう僕の中ではスタンダードが D ではないか、これはあくまで僕の考え方です。程よい捕まりが欲しいという方と、あとアドレスをした時にフェイスが座りがいいクラブが欲しい人は、もちろんこの調整機能で向きは変えられますけれど、スタンダードポジションの座りがいいのがこの HD。 いやー今回もね本当にまあ3つのモデルともここにきちっとこのスリットが入るというテーラーのもうお家芸やってますし、で今回この調整機能が復活したプラス、まあ、これが限定っていうのは何とももったいないですけれど、本当に限定にしている意味が分かって、やはりよりこうアスリートな、本当にプロゴルファーとかヘッドスピードが速くて普通のクラブじゃちょっと満足できない、よりこう叩けるクラブが欲しい、ヘッドスピードが速い人にきちっと対応しているクラブというのが、このプラス。そして、オールラウンドでいきたい、まあ、そんなに球の捕まりが極端にこう、僕は自分である程度捕まえられてスタンダードなモデルというストライクゾーンの広さ、これがステルスのノマドモデルで、 HD っていうのは捕まりますよというのがメーカーの謳い文句ですけれど、まあ家内的には程よい捕まりで、言っちゃいましょう、一押しはこれ僕の一押しですね、まあ家内の一押しは HD、 まあこれまで買ってきたからいいわけじゃないですけど、まあ、何よりもこの3つ全部に共通している皆さんが一番気になる、多分これ見てる方もそうですけど、どうなのよカーボンフェイス、買った方もいらっしゃるし、僕もかつのモデルで試打を何度もしてます。もう本当にその今までの常識っていうのよくね、クラブメーカーもいろいろいます、常識を打ち破るって言いますけど、本当に2022年この頭で打てたクラブのこのテーラーメイドのこのカーボンフェイスには驚かされました。これ多くのプロが、満足して多分ツアーでも使う方が増える、でまたユーザーの方もしだしてこれはいいなと、やっぱクラブというのは材料で非常にこう進化というのが変わってくるので、これをテーラーが本当にまた挑戦したっていうのは、僕はそれに対しては非常にこう評価したいですね。でもただこれで終わるんじゃゴルフパートナーの下職人ではいけませんので、でも実際シム2と打ち比べてどうなのよと、そんな気になりますよね。いきましょう、今回はシム2のこれはレギュラーモデルかな、レギュラーモデルです、言います、マックスではないです。でこれもシャフトは天性です。まあ、なんかあの黒いヘッドを艶消し見たのこれ見るとなんか時代の違いを感じます。なんでだろう、いきます、まあまあ真面目に振ってるんですけど、もう一発打ちますね、なんか軽く振ってるんじゃないかと思われるのも嫌なんで、でもやっぱりこう低スピン感もありますね。あら、なんでだ、踏まないな、一発きますね、打ち比べるとよいしょ、おー、いい感じ、あー、いい感じ、このもんか、あのねアイアンで言うと分かりやすいんですけど、僕はあの球が潰れるっていうの好きで、カーボンの方が球が食いつきがよく言うのプロとか上級者言いますけど、球の食いつきがいいとか球の乗りがいい、フェースに乗るという感覚が
チタンよりこの新しいステルスの方が感覚出ますね。で、厳密に音を言います。これも事実なんで、もう金属的な音が好きなら僕はこの CM2 でいいと思います。これはもう本当にはっきりと好みです。だけどカーボンだからなんか音がなんかちょっと物足りないよねっていうことは今打ち比べてないというのがはっきり分かりました。じゃあもう一本いきましょう。続いていきます。 CM2 MAX ヘッドの大きいタイプです。あー大きいな、やっぱり似合いじゃん。いい感じ。おーい、やっぱりテーラーメイドってクラブいいですねいろんなこと言われてますけどね、毎年毎年出してって言うけど、まあ、僕自身が MAX の D 使ってると思って、 MAX の方がよりやっぱりこう安心感と、ここがねやっぱりね、これの顔になれるとこの面長なフェイス、これ非常に安心感があって、戦闘能力はっきり言います。 SIM2 MAX 高いです。この辺は僕はね、包み隠さず行きたくて、まあ、本当にこうクラブ1年で10ヤード変わるとか言う人もいますけど、そんなことはもう物理的に無理ですから。ただこうクラブとしてのこのなんだろう、これがステルスが出たことで多分値段も非常にこなれてくると思うんで、ぜひこのテーラーメイドの良さを使うっていう部分で言えば、SIM2 っていうのは非常にこの特に MAX は優しさとその総合力高いです。で、私も持っている SIM2 MAX D ございます。これはね、まあ、ちょっとシャフトは違いますけど、現在の私のカーボンシャフトが入っているドライバーの、エースグラフ。あ、やっぱりこれもそうですね。ヘッドを置いた時にエースが開かない、安心感がね、僕は MAX D がすごい好きな理由なんです。いきます。ちょっと開いたかな、まあ、でもまあ安心感がありますね。感じ、本当にね、いいグラブなんですよ。だから多分他のメーカーだったらモデルチェンジしなくても僕は2年売り続けてももういいドライバーだ。何よりそのさっき言った D っていうのはアドレスした時の顔がいい。これ意外と知らない人なんです。調整機能もちろんあるんだけれど、ポンとノーマルで置いた時の顔の良さと程よい捕まり、言っときますね、 D だからすごい左に行くってわけじゃない、程よい捕まり。SIM2 MAX D、まあ、今回3モデル SIM2 打ちましたけれど、吐きます、モデルチェンジされた後でも戦闘能力高い。ただやはりね、これを見ちゃったらね、これをもう明らかにその買い替える理由っていうのは僕はいくつかあると思うんですけれど、このなんだろう、この黒い精悍なヘッドとこのステルスという名前、もう名前がいいんですよね。ステルスってなんかこう戦闘機みたいで、で何よりこの最先端の他社がどこもやってない、だからいいっていうわけじゃなくて、その他社がどこもやってないのをきちっと性能を出してくる。で何よりゴルフのそのインパクトでフェースにこうボールをこう乗せて包むという、非常にこれはゴルフの僕は非常に大事な要素だと思ってるんですけど、それをちゃんと満足してパフォーマンスとして出て、でフェースの反発もきちっとルール上限で出せてる。もうね、あまり最近クラブは買わなくなったんですけど、これ事実なんですけど、久しぶりに見ただけで欲しくなりました。ぜひ皆さんも試してみてください。